どうも、A1003HI です。デビルガンダム、ウルトラマンの力を経て、今、ユージスは、神をも超えた超新形態へ進化しました。そう、これがラストバトル。まず、この超新形態を倒すには、普通に攻撃してはダメだ。それにはまず、背中を狙うのだ。そう、この羽こそユージスの超新形態を止められるもの。そこを狙って攻撃すれば道はおのずと開かれる。今こそ全ての因縁にケリをつけるため攻撃だ。己の力を振り絞ってギャバンダイナミック。決まったか。はい、スピンランチャー。リュウハ、お盆腐敗の名のもとに俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめとただら叫ぶ。これはウルトラマンのやっちゃい降臨の全体攻撃バージョンか。なんということだ、ユージスの羽は復活してしまったのだ。ユージスの力のもとはカラータイマーだけでなく、あの羽は必ずおらねばならぬ。だから我々は今まで多くの旅をしてきた195年にデビルガンダムを追い続けて破壊するために行動していたイングラム、そしてデビルガンダムのクロスケートパラダイムシステムによって過去、新世紀155年に飛ばされてしまった。それらはすべて、ウルトラマンのいる時代に行くためのユージスの罠であった。ユージスも鼻からの悪人ではないことは知っている。本当に最初は地球環境のことを考えていたのだと思う。しかし、彼はもう変わってしまった。ならば、その変わってしまったら止めなければならない。俺のこの手が真っ赤に燃える。氷をつかめとただら叫ぶ。
倒せたのか？この空間では私が絶対者だ。私を倒すことは不可能なので、いくら倒しても復活するというのか。デビルガンのことは比べ物ならない強さだ。さあ遊びを加えた。今よりクロスケードパラダムシステムリンガリートを創設し、お前たちの存在を決断。己の無力を呪うがいい。みんな少しずつ下がってくれ。分かった。ダリオ先生、地球人の諸君、今回の事件は我々の存在が原因だ。我々が超新形態のユーゼスを生み出してしまった。ユーゼスの力を持ってかカラータイマーなら同じエネルギーをぶつけて倒すしかない。今から我々は全エネルギーを放出する。しかしそんなことすれば心配ならない。我々は死にはしない。ただこの姿を維持することができなくなるだけだ。サボロ、地球人は我々がなくとも地球の平和を守っていくと強く成長した。だが忘れないでくれ、優しい心を。優しさを失わないでくれ、たとえそれが幾度も何回も裏切られようと。仲間を愛し地球を大切にする心、決して忘れないでくれ。そうすれば銀河の同胞は必ず君たちを求め仲間として迎えてくれることだろう。その日まで我々は地球を見守っている。夜空に輝くウルトラの星から。やめろ貴様ら、そんなことすれば私たちのこの宇宙が。おロリー、ウルトラ兄弟め、再生が間に合わん。クロスケートパラダイスが作動しない。奴の力でも私たちの力が中和されたとでも言うのか。デビルガンダムも大火力で破壊することができた。ひょっとしたら奴も、いいな、大丈夫か。問題ない。お前もしかしてスバルと同じように本当か。ユーゼスがダメージを受ければお前を構わんものか。今ここでユーゼスを倒さなければ全てが無意味に終わる。さて皆さん、おそらく本当のラストバトルは次回ということになります。次回本当のユーゼスラストバトル、ご期待ください。さようなら。